顔を変化させるアプリケーション、いろいろ説明します。このアプリケーション、すべてモーションコーポレートが作ってます。まずは写真を撮ります。それ撮影。まず最初に何を使ってみましょうか。呪い顔。これ怖いんですよね。ゾンビブース。自分の顔がゾンビになってつつくと襲ってきますね。最後に100万面相。いろいろアプリケーション紹介しましたけど、面白いです。人それぞれ面白さが違うと思いますので、ぜひ面白いと思ったアプリケーションをダウンロードして、まあ自分の顔を撮ったり、友達の顔を撮ったり、ポスターとかに写ってる有名人の顔を撮ったりして、楽しんでみてください。最後にモンキーマン。これは少し違いまして、自分の顔を撮影すると、自分の顔みたいな巨大猿が、東京を襲う映像を見ることができます。これも面白いですね。最後にそれを流して終わります。巨大な猿がここ東京の街に突如現れました。どうしてこんなことになってしまったのか、元は人間だった模様です。ぜひ私のチャンネル登録してください。です。他にも Facebook、Twitter、Google+、ブログ、いろいろなものやってます。どんどん登録してください。